九州初開業となる三井ショッピングパークララポート福岡。ガンダム像は実物大で、立った姿としては最も大きなものです。実物大ですか。200を超える店舗のうち57店が九州初出店。 JR 九州はオープンの25日からゴールデンウィークの期間中と6月末までの土日に一部の列車を最寄りの竹下駅で臨時停車することを決めるほどの人気ぶりです。さて上空から見てみましょう。運動用のコートや広場が見えますが、このスペースにも九州初がやってきます。この位置に現れる九州初は何かと言いますと、シェア畑なんです。都会に住む人が郊外で畑を借り作物作りに興じるといった話は皆さんも耳にしたことがあるかもしれません。ララポート福岡では関東関西でシェア畑ビジネスに実績のある会社が最低1年の契約で畑を貸し出し、契約者に野菜作りの楽しさを提供します。ショッピングのちょっとした隙間時間に農園を覗いて野菜の世話をしてみるなど、手軽に農業が始められます。農具、種、苗の類は用意されていて、菜園アドバイザーの指導も受けることもできるので、初心者でも安心です。販売スペースのすぐそばでは、調味料にちなんだ体験ができるスペースが併設されています。こちらは粕屋郡久山町に本社のある久原本家が国内最大規模の出店です。おなじみの出汁はもちろん、およそ300種類の食品を取り扱います。今回ララポート福岡店が満を持して打ち出すのが食の体験です。家族で楽しむお味噌作りやお醤油作りが1100円から、お母さんに嬉しい茅野屋ブランドの出汁の使い方教室も催されます。食の体験教室は今日からホームページで予約を受け付けています。ララポート福岡は今月25日にグランドオープン。見どころ満載です。